おはようございます。琴音誕生祭1日目一部、琴音は来ておりません。今日の服はちょいじらにしました。ちょいじらとはちょいじらいの略です。あっ、わっ、びっくりしました。こちらの何もない映画、はい、私と魔法のマジックによる大変身、せーの、はい。日焼け予防みたいな。はい、じゃあ、あなた早く撮ってください。来てください。いいから来て。かっこいいやん。出てる。すごい。めっちゃ可愛いやん。ほんと、ありがとう。ねえ、めっちゃ可愛い。すごい。ありがとう。いいえ。大丈夫か。緑の花って絶対難しかったと思うんだよね。すごい、緑と紫やん。本当だ本当だ。ねえ、嬉しい、ありがとう。書いてある。ねえ、ありがとう、嬉しい、ね。それでは今日は楽しみましょう。はい。ありがとうみんな。の一部が終わって、今から工事コーナーに行ってケーキを買います。はい、雨が降ってるのでちょっとタクシーを使って渋谷まで行きます。はい、はい、それではどうぞ。今お昼ご飯やっと食べてます。マックです。で、いつもエマさんっていう人に怖いお話をお昼時間聞いてるんですね。なので本日も聞きたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。仲良しのカップルがいて同棲してたのね。で、女の人、まあ、ただ寝てる時に、一緒に寝てたんだって。一緒のベッドで寝てて、ある時からうなされるんだって。うーって、なんか、うなされて、で、なんか、バタバタするんだって。で、それで彼氏が、大丈夫大丈夫ってやって、で、なんか、バッて目覚めて、あ、大丈夫って言って、それが何回か繰り返されて、しかも全く同じ時間があって。怖っ。そう、なぜかね、で、気になって彼氏が、で、なんか、なんであんな風になるのみたいな聞いたら、怖い夢見たって言うんだって。で、何夢ってなって、どんな夢なのって聞いたら、全く同じ状況、今の自分と寝てる状況で、2人で寝てる状況で、パッて目覚めて、ね、天井を見つめてると、雲みたいなのが、天井をこうスーってこっちに向かってくるって。怖っ。気持ち悪い。ってくるんだ、天井で。で、それで、なんかこう、くるって顔がこっちを向くのって。雲が？そう。クマの顔がくるってこっちを向いて、その顔が自分の顔なの。ねえ、待って、怖い。で、いつ変われるのって言ってくるんだって。私と？で、クマと私、いつ変われるのってクマが言ってくるんだって、自分に。で、それでパッと目覚めるみたいな感じで言ってて、やっぱで、まあ、何回もそれがまた続くの、ずっと、で、続いて、ある時、なんかもういつもよりすごいのがあった。で全然起きないの、大丈夫って言って、で本当にめっちゃ揺らして、大丈夫って
で、そしたらパッて目覚めて、ん？って言って見て、ペコの子供、またあの怖い夢見たの？って言ったら、え？何の話？ってなっちゃったって話。え、じゃあ、クモじゃん。入れ替わっちゃったよ。なんじゃないかっていう話。え？その子は？わかんない。あ、怖い。え、なんで？え？もうやだ！今さ、やだ！始まるよ。おはすー。おはすー。ヘビーステーション。呼びますか？呼んでないっす。そして、バースデーガールは、ランチ期に終われるのであった。やっほー。相変わらずお花は健在です。よかった。ちなみにこのプレゼントが推し。ありがとう。そして今日は、緑の日ということで全身トータル緑です。お団子に550円のティアラです。ちなみに今回の物販の紹介をします。じゃじゃじゃん、ワンマンの T シャツです。こちら再販が決定したので今回私のチェキの時に再販をしてます。そしてチェゴのタオル、あとはランダムアクリルキー、私の
ランダムチェキと、こと本気の自画像ステッカー。ランチェキ1枚前に1枚プレゼント。今回は日頃の感謝の気持ちを込めて、プレゼントをね、何かしたいなと思って、で、私らしくユーモアあふれたプレゼントにしたいなと思って、この自画像のステッカーを作りました。似てる？と、写真撮って、それをシャーペンで写して、そっからパソコンで書いて、自分で一人に何やってんだろうっていうね、思う瞬間がたびたびあった。そして、自画像だと可愛くないから、ちょっと可愛めのね、アニメ寄りのステッカーと、あとは、コロッケさんバージョンです。今回全部さ、手作りで、1日目の時ね、みんな喜んでくれたから、2日目のみんなも喜んでくれたら嬉しいな。いけるよ。はい。バイバイしてよ。バイバイして。これ誕生祭2日目一部終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。断食がありがたいことに売り切れてしまったので再入荷してます。今日撮って今日渡せるのめっちゃなんか嬉しいわ。新鮮。クラスタがね。めちゃめちゃ分解できるよ。これでいっぱい食べる。わー、偉い。じゃあこんな感じで撮っていきます。こちらをパーティーやります。これ押すんなよ。まずイカのプレゼントします。何だって？イカのプレゼント。ちょっとがっかりさせるそう、まずは ありがとう、気まずい返事をして、その後に本命を。でも本命だったまで本当にこれでこれを殺す。いや、その時のこれ、まだこれいつ行きたいと思います。はい、ということで2日目の2部が終了したので、はい、琴音さんにプレゼントがあります。せーの、鹿全種山盛りサイズです。
イカ大好きだね。だ洋服よりイカの方がいいかなって。イカの山盛りセットにしたの。嬉しい。嬉しい。嬉しい。それが嬉しい。地球が全部だとしたら、日本列島ぐらいだね。ありがとう。大好き。バイバイタイム？バイバイタイムか。あ、ちょっと待って。そう、水飲ませて。ちょっと待って、水飲ませて。安心した。みんな